阪神 5R、24日、3歳未勝利、芝2000メートル、出走13頭。超量欠馬シュガー君、オス、清水久志父ドゥラメンテ、が竹豊よきに導かれ、単勝1、9倍の圧倒的支持に応えて初勝利を挙げた。道中は後位の外目を追走し、4コーナーで徐々に進出を開始。 前を射程圏に入れると、直線ではあっさりと抜け出し、2着サラトガチップスに1馬身4分の1差をつけて押し切った。勝ち時計は2分2秒8。新馬戦2着から2戦目できっちり前進した。兄の主戦でもあった竹豊機種は、2戦目で馬が良くなっていました。距離も伸びて、競馬もしやすかったです。かなり能力がありそうですね。 最後まで余裕がありました、と笑顔で語った。半径北さんブラックは16年ジャパンシー17年有馬記念など G17 勝を挙げ、16、17年と2年連続で年度代表馬に輝いた名馬。弟にも明るい未来が待っていそうだ。